部室は学校などで主に部活動などの各在学生団体に対して専用に割り振られる部屋のこと。また部室を束ねて学校の敷地内に建てられた建物を部室棟と呼ぶ。部室はもともと部活動を行う団体に割り当てられる部屋を言うが転じて部活動以外の在学生団体に割り当てられる部屋も含めて言うこともある。部室は 通例文化部と運動部の双方に割り当てられ、一部においては運動部のみに割り当てられる場合がある。運動部が優先されるケースは、日本では運動部が先に発達したことと運動部の活動に使用する用具などを校内運動場の近くの部屋に保管しておく必要性があることの二つの理由があるとされている。部室は倉庫、休憩室、事務所などとして用いられるほか、 運動部では、後衣室としての役割も担う。文化部の物質は、吹奏楽、管弦楽演劇等の芸術系の場合、練習場としての物質と、楽器や、大道具、小道具、衣装等の保管庫、楽譜や、大本類の書庫など、大小複数の物質が存在することもあり、これらをまとめて部、部、物質と認識、故障することもある。物質には、 大抵蛍光灯などの照明があり、また一般的に電源コンセントは備え付けられている。しかし、水道、ガス、電話、通信回線を備えているものは少ない。活動場所を十分に確保できない小規模な文化部などでは、物質は重要な活動拠点であり、物質の設備拡充が望まれることも多いが、多くの学校では部活動は課外活動であるので、 物質設備が拡充されることは少ない。ただし例外として、OB 等が学校の近辺のアパートなどを借りて、現役生に提供する物質が少ないが存在する。別棟として存在する物質と校舎内に存在する物質があり、その両方が混在するケースも多い。物質棟は学校などに設けられ、また大学などで物質以外の構成施設を備えている場合は、 特に学生会館ということもある。学生寮に設けられている場合もある。一般的に中学校、高等学校、中等教育学校などの中等教育以上の小学校には大抵物質棟は設けられる。課外活動のための施設であるためか、学校内の外れに建てられることが多い。物質棟の規模は各学校によって大きく異なるが、大体学生。 生徒100人あたりに対して1部屋程度は設けられていることが多い。生徒会室、学生自治会室も部室棟に設けられることもあり、通常の部室に比べて部屋の広さ、電源容量などが優遇されていることが多い。なお、大学などの学生会館においては、教養で、便所、給湯設備、自動販売機、公衆電話などが設けられることがある。 その他にも、学生会館内の学生自治会室には、専用電話や情報コンセントなどが設けられることがある。部室は、学校内での在学生のための、実質違い封建的な部屋で、このため、特に中学校、高等学校などでは、未成年の生徒による喫煙などの問題が起きることがある。また、団体内部でのいじめが部室で行われる場合もあり、生徒指導などで、 考慮しなければならないと言われている。しかし、安易に物質内で行われることを厳格に監視することは、生徒の自治精神を育むことと緊張関係があり、その指導の難しさが指摘される。なお、教育段階を問わず、多くの学校では物質使用規則、物質管理規則などが定められ、物質での書き使用の制限、電源容量の制限、使用時間の制限、 部外者の立ち入り制限などを定めている。物質に関する制限の身近な例としては、いまたは過失によって、ブレーカーを落としてはならず、落とした場合には、罰則が課されることなどがある。ありがとうございます。